4周年記念スペシャルということで、真夏の恒例企画になりつつあるラグジュアリーホテルでアフタヌーンティー、本日はブルガリ東京にお邪魔します。こちらのアフタヌーンティーについては、素晴らしいビジュアルを紹介した美しい動画がたくさん出ていると思うので、トラベリングゴージャスとしては味覚をお届けする味のレポートに集中してお届けできればと思います。忌憚のない正直な意見、忖度ない感想ですね。さすがに動線からドラマティックな作りですよね。イヤゴーでも盛り上がる。何重にも仕掛けられている扉がね、意外と敷居高かったりするんですけどね。これこそ非日常への扉なんですよね。ん？ブルガリバーってなんだ？後で聞いてみましょう。こんにちは。アフタヌーンティーを予約しているんですが、ありがとうございます。あ、ブティック。後で寄りましょう。あー、キャンディーバーがある。これ帰りにいただけるのかな。もらえるんじゃないですか。もらえると思いますよ。ここがホテルのロビーラウンジでもあるんですよね。あ、そうなんですか。そうそう、席数がすごく少ないですよね。室内は思ったより狭いスペースで、メインレストランの端に作ったという感じがしなくもなく。だから予約が取りづらいっていうことですね。こちらのラウンジはテラス席の方が席数が多いです。今日はこの後雨の予報なので片付けられてしまいましたが、東京駅と丸の内、そして皇居を見渡せるナイスビューです。紅茶はまずダージリンセカンドフラッシュをいただきます。王道ですよね。アフタヌーンティーは2時間制、ドリンクは20種類以上から選べます。トラベリングオージャスチャンネルの4周年記念でもあるということで、プレートも用意していただきました。なんだかんだ早いもので、5年目に突入です。よくやってるよね。いただきまーす。いただきまーす。紅茶は久々だわね。意外と紅茶って家で飲まないですよね。どこから行きます？しょっぱい系から行きましょう。フォカッチャに生ハムとの説明でしたが、いわゆるフォカッチャじゃなくて薄っぺらいフォカッチャですね。生ハムいっぱい。これは一口でいくやつですね。あ、フォカッチャディレッコってやつじゃない？これ、ジェノバ近郊の独特な薄いフォカッチャ。ほほー。これはスタッフの方きちんと説明した方が良かったですね。ふかふかのフォカッチャしか知らない日本人の方が多いと思うので。そうですね、ジェノバとかリグリア州の名物、特別なフォカッチャだって言ってあげると勉強になるしね。生ハム美味しいです。チーズも効いてますね。フォカッチャディレッコはストラッキーノというチーズを使うのよ。日本であんまりお目にかからないチーズですね。生ハムを紅茶でいただくって日常ではないですよね。最近のアフタヌーンティーってどこもこういうセイボリーしょっぱい系が多くあるよね。本場はどうなんですか？イギリスの伝統的なアフタヌーンティーは、一番下の段はサンドイッチで、あとは全部甘いものだから、日本だけこういう形になったのか、世界的にそういうスタイルになっているのかわかりませんけど、ナプキンは朝ですね。本物のテーブルリネンだわ。さすがブルガリ。生ハム美味しい。しょっぱすぎないいい生ハムですね。しょっぱい系を片付けましょう。そうですね。ブルスケッタです。トマトとバジルのブルスケッタ。水分吸って柔らかくなってきちゃっている。早く食べた方がいいですね。サーモンのボンバですって。ボンバの説明もあった方が良かったね。ピッツァの生地を具を乗せない状態で焼くとこうやって膨れるの。これがボンバ。お正月の味がします。いくらとサーモンだから。いや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 、食べてみたらわかりますよ。あ、ほんとだ、お正月の味がします。こちらは甘エビのタルト。ローストビーフです。ローストビーフはどうですか？下のパンがカリカリで食感が良いですね。ちゃんとビーフの味がしますよ。さすがにブルガリ？さすがに。あ、本当にビーフの味強い。小さい割に存在感強いビーフ。美味しいですね。こちらのアフタヌーンティーは大きさもちゃんとしてますね。爪の先ほどの大きさのところがありましたからね。味は美味しかったけどね。本場はどうなんですか？イギリスは大きいですよ。スコーンも原骨サイズだしね。日本人用に小さくカスタマイズされてるんですね。でもブルガリのは日本のラグジュアリーホテルの中では大きい方だと思います。結構しっかりした味ですしね。
それぞれが違う味だから。全部違うテイストですね。似た味のものがないです。シェボリーって全部美味しかったですね。さて、次に甘いもの系ですね。スコーンをいただきましょうか。なんかパネトーネみたいですよね。そうですね。丸いパールシュガーが乗ってて。オレンジって言ってましたよね。オレンジピールが入ってるのかな。スコーンっていうよりは、こういうドルチェって。うんうん。横にパカって割れないタイプのスコーン。小ネタ系のスコーンですね。あ、でもしっとりしてるな。まだ温かいですね。この器は保温器でもあるんですかね。このクリーム自体、独特の味ですね。そうですね。ちょっと意外な味がしますね。癖があるというか。ん?ほう、なんだろう。なんですかね、このスコーン。癖強めだね。蜂蜜で練ったとか言ってなかったっけ?ジャムはそれぞれ甘くて美味しいですよ。スコーンの生地自体が癖強い味。なんだろう。独立したドルチェですね。いわゆるイギリスのスコーンは忘れた方がいいですね。これはこれで美味しい焼き菓子なので。本場はどうです?イギリスは基本プレーンで、入っててもサルタナレーズンくらいかな。なるほど。スコーン自体は粉のシンプルな味。だからクロテッドクリームとイチゴジャムと合う。それを紅茶で流し込むわけですよ。うんうん。このスコーンは別物だね。ジャムなしで柑橘してる味。もし塗るんだったらアプリコットジャムのが合うかな。でも塗らなくていいと思う。全く別のイタリアンドルチェって言えば。そうですね。大きい括りで言っとく方がいいかも。ブルガリ風焼き菓子って。オレンジピールを添えて、みたいな感じで、これを売り物にしているのかもしれませんけどね。スコーンないところも、日本だとありますよね。スコーンが主役なんだけどね、本場ではね。日本人の口に合わせて、どんどん映え重視になってるような気がしますね。この辺はイタリアンドルチェですね。これはババ、ナポリの伝統菓子で、これもちょっと好き嫌いあると思います。シロップ漬けて、びしょびしょになってるあれです。サバラン?そうそう。フランスだとサバラン。イタリアだとババ。リモンチェッロなんちゃらって言ってましたね。ああ、すごい染みてる。正直私はババは得意ではないんですよ。イタリア菓子は大好きなんですけどね。ババのびしょびしょ加減が得意じゃないっていうか。へえ。ナポリとかだと、一つがこの3倍ぐらいある大きさのブリオッシュ。味はリモンチェッロのシロップなので美味しいですけど。レモンリキュール?甘さは控えめなんですね。イタリアで買うババはもっと激甘です。激甘でビタビタ。これは甘濃炉のちっちゃい版ですね。ちゃんとね、片側オレンジピールで反対側がピスタチオ。ほんとだ。さすがイタリアンドルチェはちゃんとしてますね。素晴らしい。これはチーズケーキ?ホワイトチョコレート強め。チョコ好きにはいいんじゃないの?いやいや、残念ながら。チーズはどこに行ったのかという味。ああ、ほんとだ。ホワイトチョコの味強め。チーズケーキと名乗るのであれば、これはがっつりチョコじゃん。ああ、いい匂い。ほんと。ああ、いい匂い。やっぱり夏はミントよね。おお、ミント強め。美味しいミントティーですね、これは。これは美味しいですね。ミントティー素晴らしい。偽ミントじゃない。うん、本物。美味しくないミントティーって結構あるもんね。ん?これは何なの?一口でいかないとバラバラになるやつですね。パイ?チョコレートの甘濃炉。チョコのパイの中にチョコレートクリームが詰まってる。食べるとパイだわね。メニューの名前と味が一致しないね。ブルガリだけあって、とっても品の良い甘濃炉でした。庶民的なざっくりした甘濃炉しか食べたことがないので。生地も詰まってましたね。ボロボロって来ない。オーダーしてこれはほんと正解。本当に美味しいこのミントティー。いいですね。甘いのがすっきりする。ミントティーで全部洗い流されていいわ。これは一口ではいけないね。ブルーベリー超大粒。柔らかクリームぎっしり詰まってます。中に何か入ってる。ブルーベリージャム?これは何?丸いタルト?チェリーが入ってるって言ってましたよ。ほんと?見た目だとチェリーだとわかんないね。いわゆるミルフィーユですね。パイ生地?非常にバターの効いたパイ生地。ああ、真ん中はスポンジなんだ。細部まで手が込んでいるのを見ると、やっぱりホテルはすごいと思いますね。思ったよりチェリーだ。チェリー強めですよね。甘濃炉は内側にチョコが。コーティングしてあるの?チョコモナカジャンボのあれです。なるほど、パリパリを保つための。しっかりチーズの味はします。おお。ただね、チョコのコーティングはいらないかな。あと、周りの生地が割り方。ある程度しんなりした方が美味しいのかな。品が良すぎちゃうのかも。最後にエスプレッソ欲しますね。ドッピオで欲しいですね。すべてが濃かったですね。味が?クリームとかチョコレートとか。
すべて濃厚。メニューの品揃えもあるかもね。チーズケーキとか、チョコレートガナッシュ的なものとか。あ、シェフのメッセージには軽やかに仕上げてあると書いてありますね。シェフ的には軽めの味なんですかね。おー、このエスプレッソはいろいろ飲んできた中でも強烈な味ですね。ここまで濃いのはイタリアでもそうそう目にかかれないと思います。ん、一瞬喉がヒリッとする濃さですよね。酸味が強いのかも。豆の種類なのかな。それにしても濃いよね。なんでしょうね。イタリアはどうですか？いやいや、現地でもこんなに濃いのは飲んだことないです。豆の量間違っちゃったのかな？もう見た目がたまり醤油？刺身醤油みたいな。あー。喉に染みるエスプレッソは50運年生きてきて初です。濃い味好きとしては嫌じゃない。けど、あと3割ぐらい薄くていいんじゃないかな。普通のエスプレッソだと思ってドッピオを頼んでは危険です。ラウンジではアフタヌーンティーのメニュー以外にもケーキ単品でもいただけます。大きさといろいろな種類をいただけることを考えるとアフタヌーンティーの方がお得な気がしますけど、どうなんでしょう。帰りにこういうお土産もらえるのってなんか嬉しいですよね。宿泊客のイタリア人には昔からある定番お菓子なので懐かしいって大好評とのことです。わーい、こんなにもらっちゃいました。こちらはドルチェのブティックです。綺麗ですね。あ、アフタヌーンティーで出てきたものの大きい版があります。ほんとだ、1つ3900円。おー、プールガリー。メインレストランの反対側には寿司レストランがありました。内装も素晴らしくて、見てください。この廊下、お手洗いや喫煙室のドアも壁と一体化しています。初めての人はわかんないですよね。レディースルームの中も素敵です。エレベーターを降りて、ラウンジと反対側に行くと、ボールルームがあります。こちらはスパとフィットネスクラブ。スパはビジターでも大丈夫だそうです。エレベーターホールには、ところどころにブルガリのショーケースもあります。せっかくなので、ブルガリバーも行ってみます。バーには専用エレベーターでしか行けないんですって。おお、素敵な空間ですね。ブルガリバーのシグネチャーカクテルです。モクテルもこの通り素敵です。コペルトできたスナックです。おかきはパプリカとローズマリー味。ローズマリーが見つからないかも。後味にうっすらいるかな。もっといてもいいな、ローズマリー。アーモンドは普通の皮なしアーモンドですね。オリーブもかなり大きく普通に美味しいです。トラベリングオージャス世代にはラウンジよりもこちらのバーの方がいいかも。隠れ家的な雰囲気もあって大人の空間です。お天気が良ければテラス席もあるので夜など相当素敵な感じがします。ブルガリバーではランチもやってるとのこと。もちろんラウンジと同じケーキなどもいただけます。バーはゆったり座れてゆっくりできて大人な静かな空間なので、大人女子的には断然こちらがいいんじゃないかな。